ということでやってきたのが岡山駅です。この岡山駅からね、特急渦潮号に乗り継いでいきます。今回乗車する1日1本の特殊な南風号っていうのが6番乗り場から18時5分発南風21号高知行きです。停車駅を見てみましょう。小島、宇多津、丸亀、多度津、善通寺、琴平、阿波池田、大武家、大杉、小佐山田、御免と。特にこれといって変わった停車駅ではないですよね。一体どんなところが特殊なんでしょうか。そしてやってきたのが JR 岡山駅6、7、8番乗り場です。乗車する特殊な特急南風21号は6番乗り場から18時5分発です。実はもうすでに6番乗り場には列車停車しているんですよね。6番乗り場に停車しているこちらが岡山18時5分発特急南風21号高知行きです。 JR 四国の2700系機動車です。特急南風21号で使用されている2700系機動車っていうのは2両1編成になっています。ただ乗車する南風21号3両編成での運転ということでね、1号車と2号車の間が変態連結になっています。側面表示はブルカラー LED になっています。種別の特急が固定で列車名の南風と行き先の高知が交互に表示されるようになっています。それでは2号車乗車口より南風21号を乗車していきましょう。運転台の先にね、すぐね、運転台ではなく中間扉があるっていうのはなかなか面白いですよね。そして車内はこんな感じです。2列2列の座席配置になっています。モケットにはね、指定席と出ているわけなんですが、これ一体どういうことかっていうと、この南風21号の2号車っていうのは1番から9番が指定席、10番以降が自由席といった感じになっています。そのために10番以降の席っていうのは白のカバーがついてるんですね。で、今回座る席は9番 A 席ということで、9番 A 席はここですね。半分自由席というなかなか面白い感じの普通車なんですが、座席はリクライニングシートになっています。結構倒れるんですね。これは快適です。また2700系機動車、肘掛けにコンセントがついています。こちらのコンセントに挿すとね、スマホなどを充電することが可能になっています。普通車すべての座席についているというのは結構ありがたい話ですよね。18時5分岡山駅を特殊な特急南風21号発車していきます。四国へ向かいます。瀬戸大橋、四国方面の重要なアクセスルートなわけなんですが、実は岡山から途中の茶屋町まで走る宇野線、ほとんどが単線区間になっています。四国方面の特急列車、快速列車がバンバン走る区間ではあるんですが、単線区間が多いということで四国北直の列車速達化がちょっと難しくなっているんですよね。線形自体はいいということでね、
特急列車は結構なスピードで走行することも可能になっています。もちろんね、特急列車ということで途中に通過駅も設けられているわけです。現在列車は備前西地域を通過しています。通過しているのは茶屋町駅です。ここから列車は本市備山線に入っていきます。また茶屋町発車後しばらく走行すると宇野線が高架を降りていく形でお別れしていきます。現在走行している本市備山線茶屋町宇多津間を結ぶんですが、全区間が高架もしくはトンネルの超高規格路線になっています。伏線電化で線形もいいということでね、機動車特急の南風号もかなりのスピードでかっ飛ばしていきます。岡山を出てから22分、やってきたのが小島駅です。この小島駅、 JR 西日本と JR 四国の境界駅になっています。小島駅は JR 西日本と JR 四国の境界駅です。そのため乗務員交代が行われるんですよね。2分ほど停車時間があります。18時28分小島駅を南風21号発車していきます。次の停車駅は瀬戸大橋を渡った先の宇多津です。またここからね、JR 四国管内へと入っていくわけです。小島発車後すぐに車内の案内表示には瀬戸大橋に関するご案内が出るようになっています。瀬戸大橋を渡る直前はですね、車内の案内表示に注目です。さて、列車は現在本州と四国を結ぶ瀬戸大橋を渡っていきます。この瀬戸大橋、瀬戸内海に浮かぶ島々を結ぶ10の橋の総称です。橋には道路と鉄道が通り、鉄道道路併用橋としては世界最長、世界一長い鉄道道路併用橋としてギネス記録に2015年認定されています。こちらの瀬戸大橋、明るい時間帯に走行すると瀬戸内海の海の景色やそこを行くフェリーなどを見ることができるわけなんですが、南風21号は夜間帯走行していくということで、ちょっとね、海の景色や下を行くフェリーっていうのは見づらくなっています。四国へ上陸し宇多津到着前に高松方面へのショートカット線とお別れしていきます。本市備山線っていうのは茶屋町宇多津間を結ぶ路線です。ただ宇多津から高松方面へ向かうにはスイッチバックが必要になって所要時間がかかってしまいます。そこでね、連絡線を設けることにより宇多津を経由せずに高松へ向かうショートカット線っていうのがあるんですよね。そのためこの区間っていうのはデルタ線構造になっています。全国的にも珍しい区間なんですよね。そして宇多津到着前に高松方面からの予算線が合流してきます。岡山を出てから37分、やってきたのが宇多津駅です。南風号はこの宇多津駅で徳島駅の渦潮号を切り離したり、高松から来る特急四万十号と並結したりするわけなんですが、この列車は連結なしです。18時42分、宇多津駅を南風21号発車していきます。ここから先、多度津駅まで予算線を列車走行していくわけです。現在走行している予算線は JR 四国を代表する路線です。高松多度津間っていうのは本州方面の列車や土山線の直通列車が多いということで伏線区間になっているんですよね。
線形線路状態いいということでね、南空港も結構スピードが出るようになっています。しかもね、宇多津丸亀と連続で停車するのにね、一環がそこそこあるということで100キロオーバーでね走るようになってるわけです。これもこれで面白いですよね。岡山を出てから46分、列車がやってきたのが予山線と土山線の分岐駅、多度津駅です。多度津から先、特急南風21号は土山線に入っていくわけなんですが、この駅では高松から来る特急四万十7号と並結するため8分ほど停車時間があります。この多度津駅では対面乗り換え8分接続で予山線の普通三方と伊予西条行きと乗り継ぐことが可能になっています。4番乗り場に高松から来た特急四万十7号が入線してきます。これから特急四万十7号と南風21号を並結するわけなんですが、実は南風21号が南風号で唯一多度津駅での並結を行う列車になっています。潮風号はね、夕方から夜にかけて松山行きの列車すべてこの多度津駅で並結するわけなんですが、南風号はこの列車だけなんですよね。夜だけに見られる光景になっています。これでね、今くっつきましたね。本州方面からの特急列車と高松発着の特急列車、本来なら宇多津で並結するはずなんですが、実は2002年まではこの多度津駅で並結を行っていたんですよね。その名残っていうのが南風21号、また夕方から夜にかけての潮風号では見られるわけです。めちゃくちゃ珍しい光景ですよね。18時58分、特急四万十7号から接続を受けた普通三方と伊予西条行きが多度津駅を発車していきます。18時59分、四万十7号と並結をした南風21号が琴日多度津駅を発車していきます。ここから先列車土山線に入っていきます。多度津発車後すぐに松山方面の予山線とお別れしていきます。ここからね、土山線を列車走行していくわけです。多度津から土山線に入ったわけなんですが、多度津以降の予山線土山線ともに基本的単線になっています。ただどちらも高速化工事が行われており、線形意外といいということでね、結構スピード出るんですよね。まもなく琴平です。さぬきのこんぴらさんご参拝のお客様はこの駅でお降りください。お忘れ物のないようお支度ください。岡山を出てから1時間4分、やってきたのが琴平駅です。今回はね、この琴平駅にて下車します。琴平駅はね、もうすでに窓口の営業を終了しているということでね、車掌さんが降りて切符の回収を行っているわけです。これもなかなか面白い光景ですよね。1日1本だけ多度津で並結する特殊な特急南風21号に乗ってみた動画、いかがだったでしょうか。
基本的に特急南風号、四万十号と並結する際は宇多津で行われるわけなんですが、この南風21号だけは珍しい多度津で連結します。2002年まではね、多度津で連結してたわけなんですが、今は宇多津になったということで結構珍しい光景になっています。皆さんもこの多度津で連結する珍しい特急南風21号、興味があればぜひ一度乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。